沖田縄手の戦いは、日本の戦国時代の天正十二年三月二十四日に、非前島原半島で勃発した戦い、九州の戦国大名である、竜造寺高信と、有馬晴信、島津家久の合戦である。縄手とは、湿地帯の中に伸びた小道の意味である。竜造寺氏は、小二氏の悲観から下国城で、戦国大名となり、高信の代には、佐賀を本拠地として、 非全国を統一する。さらに、元気元年の今山の戦いで、大友総林軍を破り、勢いに乗って、非合半国、筑前、筑後、武前の一部を獲得した。天正6年に、大友総林は日向に南西し、島津義久に敗れる。この結果、大友家は多くの武将を失い、さらに、大友書や家臣団の離反も相次いで衰退する。 そのため大友家は当時九州で成立していた九州三教から脱落し、耳川の戦いで勝利した島津家と、その合戦に乗じて、大友領を侵食した龍造寺家の二郷が争う、時代となる。天正九年、島津家は、日後に北上する。これに対して、龍造寺家も、高信の着難、聖火と二兄弟の鍋島信を派遣して島津方の赤星近隆を下し、 肥後北部の山本軍の内子が重房も降伏させた。このため、肥後北部の国人は、龍蔵寺家に基準する。しかし高信は、筑後柳川の鎌町静波が、島津市へ通謀していることを知り、鎌町一族を小川市に、徳島長房に殺害させるなどしたため、諸将氏の離反を引き起こし、筑後州の中では高信に背く者が出るに至った。天正十二年に戦闘が始まり、 島津方は、龍造寺軍をおびき寄せる計略を用いたため応戦をせず、敗北を装い退却した。追撃してきた龍造寺軍に弓や鉄砲を乱射したため、先陣は崩れ、これを助けようとした二陣も左右が、深沼で細道のため思うように進めずに難儀していた。島津、有馬連合軍は泥田、沼地によって、縄手の一本堂以外には展開できない。 龍造寺軍を誘い込んだ上で猛烈な銃撃により、新軍阻止混乱させたのである。高信は、前線の様子を確認するため、吉田清志を使者として派遣したが、新内は、前線の諸将に対して、命を惜しまず、攻めるようにと、高信から命ぜられていないことまで触れて回った。そのため諸将は生きり立ち、無謀な猛攻を仕掛けたところ、それまで潜んでいた島津方の副兵が、 弓、鉄砲を追いかけた。不意をつかれた、龍造寺軍は深谷に入り込んだため射殺されていった。交代する部隊とそれを知らずに前進する、後続部隊とで、縄手は大混乱に陥っていた。また、浜手を密集して進む龍造寺軍の工場勢、後藤勢に戦に対し、島津、有馬連合軍は、大砲二門を積んだ、甘草伊豆守の船から砲撃を加えて、大損害を与えて、 これを配送させた。この木を捉えた、島津、有馬連合軍はすかさず人前出撃に移り、伊集院忠宗勢と有馬軍主力を持って、浜手方向から、流蔵内軍本陣を攻撃した。羊の発国、高信は将棋に腰掛けていたが、島津方の川上忠試験に見つかってしまい、中堅に切りかかられて高信は首を落とされた。こうして、敵主力を不利な地形へと誘い込み、 副兵で攻撃する釣りの伏せりせ戦法で起きた縄手の合戦は、貨兵の島津、有馬連合軍の勝利に終わった。また一説によると、首を打ち取ったとされる人物は万全な貨兵兵衛、広島であり、広島によると乱戦となった戦場は、混乱を極めており、高信は籠に乗り6人の担ぎ手と共に、足の茂みで隠れていたところ、作敵中の広島隊が発見。 伝令と言いながら近づくも六人を素早く撫で切り、南無阿弥陀仏と唱え這いずり逃げる高信を、一刀のもと、首を落としたともされる。撃ち取られた方はすぐさま戦場を駆け回り、首実験の折島津家久に向かって、高信の家臣、襟口東兵というものが飛びかかったとされる。竜蔵寺家は、この合戦で総大将の高信や信勝のほか、鍋島信夫の辞典、竜蔵寺安房、 小川信都市をはじめ、重心の成松信勝、百武県県ら多数が打ち死にした。九州治乱期によると234人が戦死したと、ある、総大将を失って、総崩れとなった流造寺勢は、本拠地の佐賀城に向けて撤退した。浜川を攻めていた、工場歌手は、配下の執行主権らを退却中に失ったがなんとか、戦場を脱出した。鍋島信夫は、 本体が総崩れとなって、柳川を目指して落ちていった。高信の着手、聖火は祖母と共に国政を行ったが、島津家が来襲するとの流言があり、天正16年、聖火は、鍋島信を養子として呼び戻すことになった。竜造寺家に対象して、聖火が屈服したことにより、竜造寺家の参加にあった国人らは一気に、島津家に寝返り、島津家の勢力は一気に、畜前。 祝後まで拡大する。以後、九州は島津が最強の勢力として君臨し、九州制覇を推し進めていくことになる。連合軍の兵力に関してであるが、有馬静高は五千人の手勢、島津軍と合わせても、総勢一万人に満たなかった。また、連合軍に関しての逸話として、ルイス・フロイスは、日本史において有馬方には二門の大砲が、船積みされていたが砲手がおらず、 一人のアフリカのカフル人が弾丸を込め、一人のマラバル人が点火し、厄介な操作にもかかわらず見事に発射したと記述している。また同じく、フロイス、日本史における記述によると、敵は再び我らの作類を攻撃してきた。薩摩勢はこれに応戦したものの、すでに幾分疲弊しており、悲願の戦備は極度にチグハグであった。すなわち、龍造寺勢は、 多数の鉄砲を有していたが、弓の数が少なく、長層と短い太ちを持っていたのに反し、薩摩勢は、鉄砲の数が少なかったが、多くの弓を持ち、短い槍と非常に、長い太ちを備えていた。両軍とも槍を構える暇がなくてあたり次第に、敵の槍を太ちで切り払い、鉄砲も弾を込める暇がないので、撃つのをやめてしまったとあり、島津軍の誘導作戦もあるが、 双方とも鉄砲を撃ち合う暇を要しないほどの激戦であり、龍造寺軍は、島津軍を上回る兵力や、鉄砲の数を有効に活かせなかったことが伺い知れる。龍造寺軍の兵力は5万7千人、薩摩方の記録には6万人とある、ルイス・フロイスの所管には2万5千人とある、5万7千という数字は、北越え戦士に記述があり、その後に本来穴川城にて、 宿後国,国を抑えるよう命じられていた、鍋島直茂が、柳川城へ、父の鍋島清房を入れて参陣したとある。その人数は、北越戦士にはつまびらかにないが、フロイス、日本史によると、直茂は、平戦五十、人員五千で、島原城へ入らんとしたが、ありま、島津のために上陸できず、3回以上へ入ったとし、北越戦士にある、当初の、 数五万七千と合わせれば六万以上の動員に達する。島津群、編集ありま群、編集ボードゲーム、ありがとうございます。